早速バラしていこうと思うんですけど、今回は、まあ、前回言った通りルビアスのエラー25061、前回もちょっと触れたけど、このスプールが、まあ、下に下がった時に結局はスプールがボディ、まあ、ボタン部分にぶつかっちゃうっていう現象が起きてるので、まあ、スプールメタル他の上にワッシャーとかをかませたらできるのかなと思い、まあ、ワッシャーもかませてみて対策していこうと思います。で、こいつもバラすんですけど、あとこっちは 2508P ダブルハンドのタイプです。まあ、こいつは特別、まあ、違和感があるとかはないんですけど、こっちは一回オーバーホール出してるんだけど、また同じ現象になってるので自分でバラしてみようと思います。で、こっちも、まあ、4年経ってるから多少というか結構汚れてると思うので、結構海で使うことが多いので、もしかしたら塩紙とかもしてるかもしれないから、ちょっとバラしてみようと思います。で、今回は2台同時進行で、まあ、部品とかももしかしたら、まあ、3年違うから変わってるかもしれないから、ちょっと比較しながら撮っていこうと思います。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。これビスタイプになってますね。回して着脱って感じ。ここに新たな部品が、まあ、ビス山ついてて回転して取ってる形になります。だからスプールメタル自体はついてるのかな、これ、まあ、でもついてないと思うんで、これがさっきの部品が中に入ってるって感じですね。こっちの方が問題が多いので、まあ、これは同じ内容になるので、また早送りかなしていこうと思います。こっちは、うん、さっきのそこの中のそのネジ穴のついてる部品がないパターンのやつですね。取ります。これがローターナット、これが取れて、次はビスに移ってきた。あとこれもある、これカラーかな。シャフトがこれグラグラするので、それを抑えるための道具だと思います。ワッシャーも1枚入ってるので、ワッシャーが1枚ローターの上に入ってます。で SC を短いビスは取れます。で、モーターが外れると、うん、で、マグシールドの部分に行きます。やっぱサビてるんだね、サビが出てる、うん、これもこっち外してからやろうと思います。これもモーターの中取ります。一回オーバーホール出してるんだけど、結構ビス山舐めてんな。やってくれてますね。この歪みも多分オーバーホール出した時にローターナットをがっちり締めちゃったから、もしかしたら歪んでんのかもしれないし、自分の使い方が悪いのか分かんないけど、まあ直せたら直そうと思います。で、こっちも拭いて、うん、取っていこうと思います。で、こっち外そうと思います。拭いただけでこれぐらい変わってくる。ここが舐めたら大変なので、かなり力入れてグッと差し込みながら取りました。ビスを1本2本、はい、でマグシールドが取れてくれるかな、はい、バッチリングも一緒に取れましたけど、マグシールド、うわ、すげえ、ボンボンガトンスマジル、はい、刺さりです。で、これがバッチリング、こっちも刺さりです。食べて、そのところに結構大きめのマッシャーが入ってて、でワンウェイクラッチ、はい、こんな感じ。この中にベアリング、まあちょっと見えてるけど多分入ってんだな、これ、うん、この辺ちょっと掃除してまた組み立てていこうと思います。で、次は同じようにちょっとグッと力入れるので外します。同じような作りになってると、この辺は特別変わらないんですね。で、結局12と15何が違ったのかっていうと、まずはこれ1点目はスプールメタルが、12の方は、まあ、セルテとヒックスと変わらないスプールメタルだったんですけど、15の方はこの中に
嵐の時も説明したと思うけど、スプールメタルの中にスプールメタルナットっていうのが入ってて、これはネジ山がついてます。ですので中で回転させて取り付ける形になってます。前とは前は刺して、まあ、このちっちゃいピンで止めるだけのものだったんですけど、中でねじってっていうか回して完全に固定するタイプになってます。まずこれが1点目、違うところです。で2点目はこっちが12ルビアスで、ここに白いこれカラーなんですけど、これが中央の方はベアリングが入ってました。まあ、これが2点目かな。あと3点目は今ハンドルの方もバラしてみたんですけど、12の方は、まあ、ベアリングが入ってました。でも、まあ、15はベアリングが入ってなかった、まあ、ダブルハンドルっていうのもあるかもしれないけど、まあ、こっちは入ってなかったので、まあ、こっちのスプールの中は15は入ってて12は入ってない、でハンドルの方は12が入ってて15が入ってないっていう感じでした。まあ、今回ボディ内部までは行ってないので、ボディの中どうなってるかまだ分かんないんですけど、まあ、自分が気づけた部分はその点かな。あとスプールの中もまだいじってないので、ここももしかしたら変化出てくるかもしれないけど、まあ、今のところ自分が分かった部分はこんな感じでした。まあ、補足っていうか、まあ、同じ部分が多いので本当にだからもう飛ばす部分も多いので、それだけはご了承ください。そしたら昨日の撮影したものに戻ります。さあ、だいたい洗浄が終わりました。で、まずいいかな、中に、まあ、ボールベアリング入ってると思うので、ここにはオイル入れて、あとは両サイド、まあ、どっちもボールベアリング入ってる、ベアリング入ってるので、まあ、ここには刺しました、オイルを刺しました。で、組み上げですね。まずはワンウェイクラッチかな、ワンウェイクラッチを組み上げて、その上にワッシャーが入るのかなですね。まずはワンウェイクラッチを組みます。もちろんワンウェイクラッチにはオイルとかは入れていません。ワンウェイクラッチを上に入れるとして、ストッパーあれば他のところにちゃんと入れてあげて、それで OK ですね。こういう感じではめてあげて、こうだと思うけどこれに入れてボディを回す。ワンウェイクラッチ入れて、スプリングワッシャー入れて、ラップをかまして、で今クラッチリングを入れました。こんな感じ。マグシールドが入る。マグシールドも、マグシールドオーリングっていうのはこの黒い外側についてるやつ、このサイド両、あ、ちょっとここに見える部分、これがオーリングですね。これをはめて、特別このビサナに穴にワシャーかませるとかはなかったので、これをはめてあげて、あとはマグシールドですし、このビスで長めのビスを埋めてあげるって感じですね。これで埋めていきます。止め終わりました。で、次はローターを入れていきます。で、ローターがはまりました。ローターってこうはまるんだけど、順番さえ間違ってない。で、次はローターナットを入れていきます。で、ローターナットはこのカラーを入れて、この向きで入れて、ローターナットと組み合わせて、まあ、シャフトが動かないようにしてあげる感じのものですね。かませてあげて、ローターナットをつけてあげると。で、ローターナット SC、まあ、ちっちゃいビスですね、をこのビス穴に入れていきます。戻していきます。はい、こんな感じ。ローターナット、まあ、ローター組んであげて、このところまでやったので、同じように組んでいこうと思います。で、結局ベアリング3箇所にお湯は差し上げます。で、同時にこれも絶対できます。リセットのメピンプレイバーはこっちがオーリング、マグシールド、オーリングでマグシールドで、これがさっき言ってたけど同じようについてたけど、これがマグシールドの1個ポチポチではまあ出張っているので、そこにかませてあげる。まあ、マグシールド、この
キャップの内部とかそういうところに塩紙とか、まあ、塩とか水分、油分もそうだけどそれが入らないようにしているんだと思います。あとを始めて、モーターナットの上にこれが入るのでちょっと後で直しますけど、まあ、ワッシャーが入るのかな、ローターナットワッシャーが入る。で、シャフトのズレとかもないように、そのモーターナットベアリングから入れないとこのシャフトが動いちゃうので、まあ、それも忘れず入れてみてください。で、ハンドルこいつもつけていって、元通りにしていこうと思います。メタルカラーを入れてメタルカラーピンを入れてあげます。で、まあ、スプールが当たるってことだったので、まずワッシャーが2枚入ってました。オーバーホールに出して、厚めのワッシャーと薄めのワッシャー、まあ、1枚ずつ入ってたんですけど、それを薄い方を1枚抜いてちょっと太めのワッシャー、まあ、これ付属で付いてるものだけど、それをかましてみようかなと。だからまずワッシャー1枚入れます。で、どうするかなんだけど、ワッシャーを1枚入ってたのを入れておきます。しやすいやつですね。メタルスプールメタルリングを、ここのピンセットの先のところ、カラーの上ですね、に貼り上げます。これは皆さん分解してる人だったら分かると思うけど、一応分かんない人のために言ってます。で、リングがはまった状態ですね。で、結局、まあ、スプールが下がっている、まあ、こういう結局上下運動をするので、この状態だと多分確実に当たらない。あれ当たんないかな。ちょっとうまく失いと思います。オーバーホールしてみて、まあ、最初スプールがこのローターの部分にぶつかってたので、それでカチ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 言ってたんですけど、まあ、それ解消されたからまあいいかな。うん、よかったよかった。何が原因でぶつかってたのかちょっと分かんなくなっちゃったけど、まあこれはこれでよかったなと。うん、周り心地も全然悪くないし、いいんじゃないですかね。まあ、こんな感じです。2506の H ですね、アイディア。そして打っていきます。結局スプールメタルのナットがこの中でビスになってるので、それを止めないとダメなので、マイナスドライバーか何かで細いやつで回してあげる、まあ、こんな二股になってこれをシャフトをかわせるドライバーみたいなのがあれば楽なんでしょうけど、そんなないんで、これで頑張って締めるしかないかな。まあ、大体今締め終わってなので大丈夫でしょう。で、はい、こっちはまあ引いてしかないかなと思うんですよ。まあ、元から、まあ、そこまで元々悪くないので、ルビアスも悪いなゴリゴリ感があるなとかちょっと重いなとかそういうのはなかったので、まあでも汚れマグシールドの部分とかはかなり汚れてたので、まあお互いというか両方ともメンテナンス、まあ、簡単なメンテナンスですけど、まあ、それができてよかったなっていう感じですね。まあ、ちなみにこっちの
それこそさっきも言ったけど、そのスプールがカチカチ下にぶつかってたので、それが解消できただけ良かったなと、うん、まあルビアスはよく使う機種なので結構お気に入りの機種なので、まあこっちは川だし、こっちは海だし、うん、まあ良かったかな、うちにできて、うん、まあそんな感じです。今回は2台いっぺんにやってみました、次回予告ですね。次はプレートメタニウムをやっていこうと思います。で、自分持ってるメタニウム系は3つ、これが15か6、分かんない、忘れちゃったけど、まあこれとこれが一番新しい MGL だっけな、メタニウム XG の、そしてかなり前のメタマグって言われてるやつ、もうカラーリングしちゃいました、傷だらけだったのメタマグ、これも全部自分でやりましたをバラしていこうと思います。まあ特別こいつらも巻き心地が悪い、まあ、T3 みたいに巻き心地が悪いとかそういうのではないんだけど、こいつも全然問題ないです。どっちかというとこいつが投げた時にDC 音みたいな音チューンってなるんですよね、まあ、それがあるので、まあ、オイルが足りてないんだと思うけど、まあ、それをやっていこうと思います。はい、この3つ一気にバラしていこうかなと思います。次回ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。こんな感じ、メタニウム3兄弟でした。ほぼ海で使うリールです。